はい、皆さんごきげんよう。ドクター完熟篠崎四丁目湖西小岩港の小川部と申します。よろしくお願いいたします。さて、この動画ではですね、教科書、中3の英語の教科書ニューホライズン、これのレッツリードワンというね、読み物のページの後半54ページから、55ページの部分ですね、この英文について解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あらかじめ言っておきますが、結構な分量になりますので、サクサクいきますね。サクサク読んでいきたいと思います。 あまりにもね、長くなりすぎるとちょっと飽きてしまうと思うので、よろしくお願いいたします。じゃあ早速始めていきますね。はい、じゃあここですね、Mommy, the boy was still crying。 あ、これ前回のね、53ページまでのね、続きからの続きですね。 Mommy、 ママと、その少年は、男の子は、スティルはまだ、未だにって意味ですね。B 動詞と、まあ、過去形になってるんだけど、 ING 形が来ているので、ここは過去進行形ですね。過去進で何とかしていたという意味になります。文法を扱いたいんだけど、ちょっとね、長くなりすぎるので、サクサクいきたいと思います。ママとその少年はまだ泣いていましたってなります。何とかしていたですね。くらいは泣くって意味、叫ぶって意味もあるけど、この場合は泣くの方がいいですね。で、そしたら Be a good boy, said the girl。 B はこれ何とかになるに、なんだ、なると、これ動詞の原型から始まっている文なので、命令文かな、命令文になっております。 Be a good boy だから、いい子にしてねと、いい子になってね、いい子にしてねと、その女の子は言いましたって意味です。次ね、 You'll be alright。 alright は be alright で、これで前にも出てきたんですが、良くなるって意味なので、あなたはね、もう良くなるからねと、良くなるでしょうと、だからね、いい子にしてなさいよってことなんです。で、She held the boy more tightly and began to sing again。 held は、これは held の過去形のこいつですね。これでまあ抱くって意味ですね。腕に抱きかかえていたっていうのが前に続い、前から前の文であったね。なので彼女はその少年をモアタイトリー、タイトっていうのは、これはきつくギュッとってことですね。モアはこれ比較級で、より何々だから、よりきつくその少年を抱いたと、ギュッと抱きしめたってことですね。 And began to sing again。 began to、 begin to の過去形で、なんとかし始めるって意味です。なので、なんとかし始めたって意味ですね。何をし始めたかっていうと、再び歌い始めたんですね。もう一回最初からいくと、彼女はその少年をよりぎゅっと、よりきつく抱きしめて、そして再び歌い始めましたってなります。次ね、After a while。After a while はこれは、しばらくしてから、しばらく、してからって意味ですね。しばらくするとって意味です。熟語として覚えておいてください。結構重要です。しばらくすると、The boy stopped crying and quietly died ということですね。stop ing で、なんとかすることをやめると。やめる。つまり、stop to crying だから、泣き止んだってことです。その少年は泣き止んで、そして、quietly、be quiet、静かにしなさいっていうのから来ている通り、これは静かにって意味ですね。副詞です。ly があるから。died、死んでしまったということですね。死んでしまったと。なので、しばらくしてからその少年は泣き止んで、そして静かに死んでしまったという悲しいね、話になっております。次、but the little mother did not stop singing。しかし、その小さな母親は did not しなかったんですね。過去形の否定文ですね。何をかっていうと、stop singing だから、歌うことをやめなかった。しかし、その小さな母親は歌うことをやめなかったね、ということになっております。 It was a sad lullaby。
それは悲しい、ララバイはこれ子守歌って意味だったよね。まあ死んじゃってるんだけど、母親役のね、その少女がその亡くなってる少年、子供ね、ちっちゃい子供、男の子のために悲しい子守歌を歌っていたと。それは悲しい子守歌でしたっていう風になります。はい、じゃあね、紙を変えて次のページに行きたいと思います。結構ね多いのでサクサクいきますね。はい、映ってますね。 OK。 The girl's voice became weaker and weaker。 ここがポイントで、比較級&比較級で、これでだんだん何々って意味になります。 weak はこれは弱いって意味なので、次第に弱々しくとか、だんだん弱々しく、became、become の過去だね。何々になるって意味だから、その女の子のボイス、声ですね。声は、だんだん弱々しくなっていったということになります。ね。で、morning came and the sun rose。ここで一回カンマがあって、but the girl never moved again。という悲しい結果ですね。これもね、モーニングケームなので、朝がカムの過去形来ました。そして太陽がガト、ローズはね、これはライズ、ローズ、リズム、現在形、過去形、過去分詞形ね、そのローズです。これね、あのライズはね、これ昇る、昇ると、太陽が昇ったってことですね。朝が来て、そして太陽が昇りました。しかし The girl never、 never はもう決してとか、一度もなんとかないって意味ですね。否定の意味になります。なんとかない、その女の子は決して再び、ムーブはこれ動くって意味なので過去形になってますね。決して動くこと、再び動くことはなかったって言ってます。朝が来て太陽が昇った、しかしその女の子は決して再び動くことはなかったと。つまり死んじゃったってわけですね。残念な話ですね。かわいそうな話です。で、ここからね、ちょっと話がこうガーッと変わってきます。ページも変わります。ここからね、55ページですねに入るんですね。A world without nuclear weapons。この A world はもちろんこれ世界って意味で、 without は何々なしのとかなしでって意味です。こういう感じになってんのかな。 nuclear weapons っていうのはこれね、核兵器って意味ですね。兵器と weapon がね、これ武器って意味なんです。武器、ニュークリアっていうのがね、これが核って意味ですね。こいつが核って意味です。核の武器だから核兵器と。つまり核兵器なしの世界っていうタイトルがついてます。ここね、タイトルですね。で次ね、 On May 27th、 数がつきます。これね、27th、 数ですね、助数です。で2016、 A man visited Hiroshima and gave a speech at the City Peace Memorial Park。ちょっと長い文なんですが、まずここまでは日付ね、単なるね、メイは何月ですか、皆さん。5月ですね。つまり2016年の5月27日に、A man visited Hiroshima、 一人の男性が広島を訪れたって言ってます。そしてまたね、これ he が主語です。 gave a speech、 give a speech で、これでスピーチをすると、演説をするでももちろんいいですよね。どこでかっていうと、 At the City's Peace Memorial Park っていうのは、これ平和記念公園、広島のね。つまりこの文は2016年の5月27日に一人の男性が広島を訪れて、平和、これは、まあ、シティーズ・ピース・メモリアル・パークでいくか、平和記念公園で演説をしましたって言ってるわけです。で、この一人の男の人が、かなりね、こう、偉大というか、結構、
大きな人物なんですね。はい、じゃあ映ってますね。やっていきます。 He began、 彼はこう始めた。この began を始めたって意味ですね。こう始めましたよ。どう始めたかっていうと、このちょんちょんのここまでですね。ごめんなさい、これ打ち間違いで、これ and の間違いだと思いますね。 71 years ago on a bright cloudless morning death fell from the sky and the world was changed という文章です。長いですね。彼はこう始めました、スピーチをね、始めた何をか、もちろんスピーチをですよ、スピーチをね。71 years、 71っていうのはこれ71年前、あごね、71年前に、でしかもここが女ブライト、ブライトはこれ明るいって意味かな。でクラウドっていうのがこれは雲って意味で、レスはそれがないって意味だから、雲一つないみたいな感じですね。雲一つない朝、つまり71年前明るくて雲一つない朝に、ですっていうのはこれは死、あなんか死っていう名詞です。これね、死がフェル、これフェルはフォールの過去形、過去と、まあ落ちる、まあでもここ死が落ちてきたってちょっと変なので、舞い降りてきたってことで言っちゃっていいかな。まあ落ちてきたでもいいですよ、落ちるね。71年前明るく雲一つない朝、死が舞い降りてきた。どこから？ From the sky、 空から、空から降りてきた。そして The world was changed、 世界が、ここが B 動詞プラス過去分詞になってるから、これは受け身的なんですが、別にねあんま意識しなくていいかな。ここはね、あのまあ変わったってことで、変えられたってことですね。世界が変えられちゃったってことです。もう一回最初からここへ行きます。彼はこう始めました。71年前の明るく雲一つない朝、死が空から舞い降りた、落ちてきたでもいいですよ。そして世界が変えられたから始まったんですね、スピーチがね。 The man's name is Barack Obama、 オバマ大統領、元大統領、オバマ元大統領ですね、アメリカ大統領です。その男の人の名前はバラク・オバマでしたと。オバマ大統領だったんですね、訪れたのはね。 He became the first sitting US president to visit Hiroshima。 まずはね、どっか行こうかな。彼はなりました。何に？ The first だから最初のって意味ですね。初めてのでもいいですよ。でこの sitting っていうのは、これ座っている、もともと座っているっていうところから、これで現職のって意味です。現職の大統領、このプレゼントっていうのが大統領って意味で、あ紙がずれる、大統領って意味で、大統領の座に座っているってことは、つまり現職の大統領ってことなんですね。 US はもちろんこれアメリカです、アメリカ合衆国ですね。なんで、to visit 広島っていうのが、これは to が不定詞で、よいしょ、前のね、このプレジデントとかを就職してんのかな、ここね、なんとかしたぐらいでいいかな、広島を訪れたみたいなね。なのでこれまとめるとどういう意味になるかっていうと、彼は広島を訪れた最初の現職アメリカ、アメリカ現職大統領か、最初のアメリカの現職の大統領となりましたってなります、ここね。次、 It meant a lot to the city, to Japan and to the world。 この meant っていうのは mean の過去形です。 mean ってこれ意味するって意味ですね、意味する、つまり意味したんですね。それは意味しました、何を、まあ a lot だからたくさん、多くのとかね。でどこにかっていうと、 to the city、 その都市に、まあ、広島のことを言ってますね、その都市に、そして日本に、そして世界にと、つまり
そのことって何かっていうと、オバマ大統領、現職のアメリカ大統領が広島を訪れたってことですね。そのことは、その都市と日本とそして世界にたくさんの意味をしました、意味を持ちましたってことになります。多くの意味を持ったんですね、オバマ大統領が訪れたことで。はい、ではね、次のページあと2枚かな、あと3枚ありますね、長ちょっと待ってね。はい、行きます、どんどん行きます。 Before the speech Obama visited the museum there。 まあここはいいかな。そのスピーチの前、なんとかの前に、そのスピーチを始める前にオバマさんはミュージアム、これは、博物館でいいかな、を訪れましたと。そこのって意味ですね。そこの博物館を訪れました。 In its guest book、 ゲストブックはこれなんか貴重本みたいな、そのなんか記名する、自分が訪れましたよって、ゲストってこれお客さんって意味だから、訪れた記録とをする、その記名帳みたいなやつですね。その記名帳の中に He left these words、 彼は、 left はこれは leave の過去形で、この場合は残すって意味があります。なので彼は残しましたよ、その記名帳にね、これらの言葉を残しました。で、言葉がここから始まります。 We have known the agony of war。 このまずこうアゴニーですね、これは苦痛とか、教科書だとなんて書いてあったっけな、なんか痛みみたいな、同じようなことですね。苦痛で覚えとけばいいかな、これね。of war、 war はこれ戦争ですね。つまり、で、ここ現在完了にさりげなくなってますね。現在完了と継続用語かな。私たちは戦争の痛み、苦痛を知っているよ。私たちは戦争の痛みを知っていますね。で、Let us now find the courage together to split peace and pursue a world without nuclear weapons という文章ですね。 Let us はこれ私たちに何とかさせてくれって意味ですね。私たちに何々させてくれと、レッドがこれがさせるって意味なんですね。アスが私たちです。で、レッドはこれ動詞で一番最初に来てるから、これ命令文だから、なんかさせてくれみたいなね、そういう意味になってます。で、まあ今ですね、Now。で、Find the courage。courage はこれ勇気かな。で、together はこれ一緒にって意味ですね。で、spread はこれはね、広げる、拡散するっていう一般動詞です。で、ピースはこれ平和ですね。ちょっと単語からやっちゃおうか。And、これはね、パズルはね、これ追い求めるって意味があります。追い求めると。何をかっていうと、アワールドね、世界です。で、ウィザウトっていうのはこれは最初の方で出てきたね、なんとかなしのと意味で、ニュークリアウェポンズはこれ核兵器でしたから、なんとなくつながってくるかな、すごい長い文なんだけどね。つまり、私たちに勇気を、一緒に勇気を見つけさせてくださいと、ね、発見させてください、今ね、私たちに勇気を見つけさせてください今。どんな勇気かっていうと、これ一緒にね、トゥースプレッドだから平和を広げる、そして核兵器なしの世界を追い求める、ね、そういう勇気を見つけさせてくださいと言ってるわけなんですね。もう一回言っておきますね。私たちに共に平和を広げて、そして核兵器なしの世界ね、核兵器なしの世界を追い求めるね、そういう勇気を見つけさせてくださいと言ってるわけなんです。まあそういうのを追い求めてね、平和を追い求めていきましょうと主張してるわけですね。はい、あと2枚ですね。ちょっとお茶を飲もう。
はい、失礼しました。はい、じゃあ映ってますね。じゃあここをやっていきます。He also left two paper cranes there. ペーパークレーンは、これは折り鶴です。折り紙で折った折り鶴ですね。 He also 彼は、彼ってオバマ大統領ですね。 Left、 これも、leave の過去形で残すと、残したってこと、残すですね、残したってことです。何を、彼はそこに2つの折り鶴も残したよと、そういう意味ですね。 They were folded by Obama himself. They はこれ折り鶴のことです。折り鶴、それらは、ワーフォールディで、これ受け身になってますね。 B 動詞と過去分詞が来てますので、受け身と。で、フォールドっていうのは、これはね、まあ鶴を折るぐらいでいいかな。で、バイよってだから。で、ヒムセルフっていうのは、これ彼自身って意味です。なので、それらはオバマさん自身、彼自身によって折られましたってなってますね。オバマ大統領が自ら折った折り鶴を残してってくれたんですね。で、次、オバマ closed his speech by saying、 で、ここで一回切れてるんだけど、まあ一回切ろうか、ここでね。オバマ大統領は by saying で、これで言うことによってって意味ですね。よってと、こうこう言うことによって、彼のスピーチをクローズ、閉めたんですね。閉じた。オバマさんはこう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 言うことによって彼のスピーチを閉じました。どう言ったかっていうと、ここのちょんちょんの分、最後まで続くのかな、これ多分ね。 The world was forever changed here. 世界はここに、forever はこれ永遠にって意味ですね。永遠に、 was changed、 ここも受け身になってます。世界はここに永久に変えられますと、変えられたか、過去形だからね、変えられました。 but today、 しかし今日、 the children of this city will go through their day in peace。 オブがあるね、 this city、この都市の、広島のことですね。原爆でやられてしまったこの都市の子供たちとは、ゴースルー、ゴースルーはこれなんかやり過ごす、やり抜くとかね、そういう意味、まあ生活するぐらいでいいかな、暮らす、そういう意味がありますね。ちょっと意訳になりますけど、ゼアで彼らの日々をインピース、平和で、平和の、平和にかな。つまり、しかし今日っていうのは、この年の子供たちは彼らの日々を平和に過ごしていますよってことです。過ごすですね。で、 What a precious thing that is、 これは What で始まって、 What、 ここに書いておくね。 What a、形容詞、名詞、主語、動詞で、エクスクラメーションマークという形です。これ簡単文ってやつですね。簡単文、なんと、何々なんだろう、驚くような文章ですね。なの、プレシャスはこれ貴重なって意味なので、それは、それは、それってこういう暮らし、平和に暮らせてるってことね。それは、なんと貴重なことなのでしょうって意味です。それはなんと貴重なことでしょうと、そういう意味です。で、次ね、最後。ちゃんと映ってるかな。はい。It was worth protecting and then extending to every child という文章です。worth、 ing 系っていうのが結構重要なのかな、ここではね。 worth、 ing、 これで何とかする価値があるって意味になります。価値があると、何する価値があるかっていうと、 protect っていうのはこれ守るって意味ですね。
で、エクスティンディング、エクスティンっていうのこれは、これも広げるって意味かな。って意味で、で、どこに広げていくのかっていうと、エブリ、チャイルドだから、これ、エブリはこれ、すべてのって意味で、チャイルドは子供たちと、子供。すべての子供に、それをまあ守って平和なねそういう暮らしっていうのを守っていって、そして、全ての子どもたちにそういう平和な暮らしっていうのを広げていく価値があると、そういう意味なんですね。守っていってそういう平和の世の中っていうのを子どもたち、全ての子どもたちに広げていく価値がありますというわけなんですね。そういうふうにあのオバマ大統領っていうのはスピーチをしてくれたということになります。これでね、54ページ55ページの解説を終わりにします。非常に長かって、すごいね、駆け足になってしまって、ちょっと自分でもね、伝わってんのかなっていうふうに思うところもあった部分はあるんですが、まあ細かい文法とかいうよりかはこういう、まあ、大事な表現はね覚えつつ、どんな内容が書かれていたかっていうのをしっかり押さえていくことがこのパートは大事だと思います。はい、ではね、皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。失礼いたします。